言うとね、誰がお前に言う若手ちゅうて、誰が火起こせって言うてな、湯が沸いてるさかい、それちょっとちょうだい言うてね。だいたいこんな風の強い場に道の真ん中で炭なんか起こしたら危ないやん。それともな、あ、わかった。なんで、町内の皆さん、この間の火事出したんこいつです。アホなこと言いなな、ここで商売できまへんから嘘です。嘘、もうかなんな、ほんまにもう。あげたらよろしいんでっしゃろかな、ほんまにもう使いな。それなんか君から落としとったような形になってるけど、君の錯覚やでそれな。声かけさせてもらう。はい、ああ、はい、これでや、これでや、はい、はい、返しとこ、な、なんぼ、え、いくら。いやもう結構です。なかなかいいねん、高い炭つこって沸かしたいうなんぼ。いやらしいこと言いなの。もう結構です。なかなかいいねん、なんぼ、いくら、え、ただもう一杯。何も言うてまへんがな、お前。あのね、もう一杯とかなんぼとか言うていただくんやったら、あのうどんやおそばいっぱい食べていただきましたらありがたいんですけど。そらせや、そらせや、そらせやな、お湯ではお金が取られへんさかいに、うどんを食べさせてお金を取ろうといういわゆる抱き合わせ商法ちゃちゃな。なんで出んねんの、うち商売でんがな。あんな、まあ、あのうどん食べたらうどんな、熱いうどんこしらえてよ、ほんまに。急に態度がコロッと変わって一生懸命働き出しよった。元気なやっちゃな、あまり。あのうどんこしらえるわい、ちょっと時間あるやろな、わいのちょっと話聞いてもらいたいねんけど、わいこないだな、友達の武田ちゅのと東京行ってきて、ああ、お前この武田ちゅの知ってる、うどん屋武田いうの知らんか、顔の広い男やけどな、これと東京行ってきて、ああ、お前東京行ったことあるか。いや、また東京はまだ一遍もよしてもうたことございません。ああ、ほな、いいこと教えたろな、けど人に言うたあかんでな、あのな東京にもうどん屋おるで。別に声潜めて言うこっちゃおまへんがな。おるけどあかんでよ、びっくりした、出汁の色見たら真っ黒けやろ、あんなもんみんな飲んだら腎臓悪すると思うわ。おい、おなわいの友達の武田ちゅうのがな、しゃれたやつで575ちゅうの作ってんねん、5、いやいや。